おはようございます。速稼塾ニュースの時間です。今日も速稼塾の久保がお届けします。タイトルはですね、資金管理という話なんですけども、暗号通貨を中心にですね、今新しい取引所とか、あと、売買市場ができてますけども、やっぱりまだ生まれたばかりの市場ですね、我々もわからないところが結構多いんですよね。例えば、ビットレックスとかね、からバイナンスというね、そういうふうな、耳慣れない、そういうふうな取引所も最近は、見るようになってきましたけども、ここをですね、やっぱりこう完全に安全ではないよとか安心はできないよっていうことをいつも心の隅っこに置いとかないといけないのかなと思います。ここは大丈夫とかね、ここ紹介されたところだからいけるだろうとか、あの人が使ってるところだからとか言うんではなくて、私もですね、1割ぐらいはいつも大丈夫なんだろうかというふうに思うんですよね。で、そういう不安な気持ちがリサーチ力になってくるんですよ。大丈夫かなと思うから別のところも調べとこうとか、どういうところが運営しているのか、資金の流れはどうなのかっていうふうに見ていくわけですよね。で、去年、ハイプっていうプログラムがね、結構流行ったんですよ。去年の、一昨年の暮れぐらいから、ね、そう流行りましたよね。なんとかリージョンみたいなのがありましたけども、他にもいろいろハイプのプログラムありました。で、ポートフォリオを組んでるつもりで、たくさんのハイプに参加していったら、全部のハイプが一気にドーンとなって、資金をね、みんなでして、仲良く失ってしまったみたいなこともあったと思うんですけども、あれもだから、本当にこのハイプのプログラムってのは、資金の流れができているのかなとかね、どこが運営しているのかなとか、何の目的でやってるのかなとか、よく考えないと、この人が言ったから大丈夫、弁護士さんが見解を出したから大丈夫とか、ではないんですよね。やっぱりこの大きな利益を言ってみればですね、法の目とか常識の目をかいくぐって利益を取ろうとしてるわけですから、我々がしっかりとね、見ていかないと、それでも分かんないところが多いわけですよ。で、今回ね、そのバイナンスってところをちょっと例にとって申し訳ないんですけども、バイナンスっていう取引所がありまして、なかなかね、ビットコインの流通とかエーダの流通ができてないよという報告もあるんですよ。あるんですけども、じゃあ、ここダメなんですかって言ったらそうではないんですよ。ちょっとね、資金の行ったり来たりが遅い方もいるよっていうことでありまして、やっぱりこう取引が起きてるわけですよね。全体と見ては取引が起きてるんですよ。バイナンスにしても、ビットレックスにしても、ビットレックスは今ちょっと止まってるみたいですけども、取引が起きている中で一部だけが送金詰まりを起こしたりとか、待たされたりってことがあるわけですよ。だから全部が全部、違うということもないですね。ただやっぱり手放しに安心できないのは、一部処理が間に合っていないところがあるなってところは、心に留めておいて、これからどんどんそのバイナンスも取引が集中するときにもっと間に合わなくなってくる可能性があるんですよね。そういう意味で言ったら、本当にバイナンスは大丈夫なんだろうかと思う気持ちしたらちょっと残しておいた方がいいんですよね。もちろん、バイナンスがダメってわけじゃないですから、こう誤解されないでくださいね。私、バイナンスの不安を煽ってるわけではなくて、ここは大丈夫だろうと思いながらも、でもそうじゃない可能性もちょっと残しておいて、そのための、資金管理ではないですけどね、別の手も探していこうかなというところなんですよね。だからもう絶対大丈夫ってことはないんで、何に関しても、資金に関しても、健康に関してもね、恋愛に関しても、仕事に関しても絶対大丈夫はないんですよ。これがだから自己否定論なんですよね。待てよと思うわけなんですよ。でもそうならなかったらどうしようかなとか、別のシナリオとかを仮定していって、その過程が、準備になるわけですけどね。そういった形で、今日もね、なんかのお役に立てればなと思います。さあ、それでは今日からは、お仕事が始まる方が多分多いと思うんですよ。4日までが休みだったけど、5日からは始まるのかなって方が多いと思いますから、頑張っていかないといけませんね。はい。では、またよろしくお願いします。